本日2回目との演舞となります。ですね、今週、本日のこのお祭り、本当にあったかい雰囲気で、街の皆様も来ていただいて、これだけ多くのよさこいのチームが参加していただける祭りというのもなかなかないのではないでしょうか。夏には同じ目標、同じ場所を目指して、戦う仲間のチームであるんですが、こんな場でこういうお祭りを開けるっていうのはよさこいの良さではないかなと思います。今年ファブリさん15周年となりましたが、まだまだ20周年、30周年、50、100とこれからもっともっと繁栄していただけることを我々柳一同祈っております。これから共に岐阜のよさこいを盛り上げる仲間として、どうかこれからもよろしくお願いいたします。それでは全力で演舞させていただきます。どうぞよろしくお願いします。Thank you.
香織さん15周年おめでとうございます。ありがとうございました。